カタパルトデッキ解放。モビルスーツ隊順次発進。どうもこんにちは。いつもステルスな上に遠距離近距離対応可能なオールラウンダーで成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの、2021年11月に実装された450コスト汎用機、コードフェアリーからの刺客、イフリートイェーガーで成し遂げていくよ。本機はレーダーで感知される距離を100メートルまで減衰させるステルスを保有。主兵装の狙撃ライフル、副兵装の対空砲弾デイン、中距離戦が可能で、ソードオフショットガンによる蓄積よろけから、切り替えの早いヒートナイフによる、確定させやすい下格闘と、ステルス持ちにしては随分武装に恵まれている機体、なわけですが、この度強化調整されました。本機は長射程の狙撃ライフルやスキルステルスを活用し、様々な距離や場面で戦闘可能な機体としております。過去の調整において敵機の体勢を崩せる機械を増加させるため、主に兵装面の調整を行いましたが、各種戦績が再度低下傾向にありましたので調整しました。ということですね。まあこのバトーペでは、調整を明らかに機体スペックと武装スペックが高水準、正直壊れ感感じるマラサイですら、勝率は5割ちょい。機体性能の差が戦績を決める決定的な差ではないことはよくありますね。狙撃ライフル、対空砲弾はどちらも静止射撃なため、中距離射撃戦ではポジショニングを考えないと一方的に撃たれることも、ステルスを活かして裏から詰めます。何気に付与されているステルスは普通に強スキル。本機が強化されたのは武装面。狙撃ライフルのよろけ値が0から50に大幅上昇し、切り替え時間は 1.5 秒から 0.77 秒に短縮。これにより、ショットガンから狙撃ライフルでのよろけ継続や、対空砲弾からの狙撃ライフル、インファイトでの突破の狙撃ライフルなど、様々な場面で運用しやすくなりましたね。これが強化されたイフリートイェーガーの武装軍回しによる連戦力、逆部門的混合くらいな。また、本機の狙撃ライフルとソードオフショットガンは部位破壊補正が高いため、脚部を狙うことで脚部破壊を狙うこともできる、凶悪な武装となっておりますな。そのソードオフショットガンも強化され、射程、リロード、切り替え時間がそれぞれ強化、取り回しが良くなった上、フルヒットでよろけ値525という過剰とも言えるよろけ値をしているため、狙い撃つぜ。射程の増加によりその距離でもよろけるのか、と、ショットガンにしては随分な距離でよろけも狙えるように、対空砲弾も強化されており、威力が1000から1300に大きく上昇、切り替えの早くなった狙撃ライフルと化学反応を起こし、どの距離でも火力とよろけを叩き出すスナイプが可能に、強化内容は以上となりますね。全距離対応型狙撃ステルス集客部破壊機体が、高水準になって新登場、射撃武器がすべて実弾属性なため、防御パーツで対策もされづらく、ダメージが通りやすいのも長所。この機体のカウンターとして、対実弾特化のフルアーマーアレックスに乗り出す人がいるぐらい、対面からすると厄介な機体となっていますね。ちなみに本機は副兵装が充実しており、ステルス機をパシャリすることで、味方が認察されづらくなるカメラガンや、歩兵処理にたまに活躍するチャックラッカーもしっかり保有。なかなか隙のない機体に仕上がっておりますね。ケンプファーでこのイフリートイェーガーと狙撃戦をするだと、これは分からせてやるしかないようですね。中継を踏んでいる違法駐車機体を発見。中近取締りアターアーク。武装選択を誤りました。爆風のある兵装なら歩兵ごと焼けてましたな。裏にガンダム5号機が湧きましたが、味方が向かったのでそちらは任せておくかまっちゃー。これはやらかし、ステージの特性上多分回避はいても逃げ場なかったですね。この峡谷ステージなんですけども、本体のルートと裏取りのルートが大きく離れており、なおかつ車線が開けているマップ構成なため、裏取りをしていると、敵がガン詰めしてきた際に足で逃げるだとか、回避を吐いて一旦やり過ごすといった、よくやる行動が難しい場面が多いですね。
特に中低コストは機動力がないため、裏取りは少し間違えると群がられてなすすべもなく撃破されることも、ちょっと前線が怪しくかったので、控えめに戦っております。ここでも生きるステルス、左から敵が詰めてきておりますが、ステルスの効果で私を見失っております。ならばやることは一つ。足を打ち抜くんだよー。脚部も絶シュートしましたが、そんなことするまでもない期待 HP でした。残念。味方が再出撃して前線が新たに構築されましたね。ならば狙撃しながらじわじわ詰めます。このイフリートイェーガーの前で隙を晒していいのかな。お客さん足が凝ってますねー。脚部がー。この期待の相手したくねー。狙撃タイムは終わり、近接戦の時間だおらー。思い出したかのようなチャックラッカーがこう描く。チャックラッカーは当たると30秒間のジャリング効果を付与する効果がありますが、燃焼やレーダー障害などの付与デバフに比べると、ジャリングはあんまり強くない効果なので、まあそんなに擦らない兵装ですかね。右ルート、がっつり敵が有利射線で待ち構えているのでやめておきました。あの有利射線を仕留めるにはめちゃめちゃ大回りしないといけないですね。中継コストにはしんどい距離。何気に今、狙撃ライフルの貫通効果が生きました。敵を貫通させるのはもちろん、無敵やよろけの乗らない状態の味方ごと撃ち抜けるため、何かと助かる貫通効果、逆に言うと敵とぶっ放だとフレンドリーファイアしやすいのは注意ですね。ルクフライトがいい感じに突っ込んでおります。白星戦プログラムでよろけの取られづらいグフフライトタイプと共に突っ込むと、敵が対処しきれずに圧倒しやすいわけである。グッフ君、随分ゴリラになって、なんか飛んできてユーマゲルググのミサランを全部体で受け止めてしまいました。ちぃ、うまいこと切り上げていきましたね。さて、強化後のこの期待どうでしょうか。ぶっちゃけると開幕から数分間脚部狙うの忘れてたんですけど、それでも何気もの脚部を破壊している、脚部が量産能力を発揮、狙撃もインファイトもこなせるステルス機体ということで、個人的にはかなり強く感じますね。もちろん扱いにもよりますが、ポテンシャルは450コスト汎用機の中でもかなり上積みの部類じゃないでしょうか。このステージ追いかけられだしたら逃げ切れないねんな。再出撃時間調整からのウィニングラン出撃で、終了。私たちの勝ちよ。強化されたイフリートイェーガーでした。狙撃からショットガンでのアンチ強襲までバッチリ。それでは今回はこの辺でー。